はい、皆さんこんにちは、田中輝明です。今日のコンテンツはプレミアプロの起動方法、そして、起動に関する注意点、そして終了方法について、お知らせしたいと思います。それでは、パソコンをご覧ください。はい、それではプレミアプロを起動していきます。プレミアプロはこちらのね、Adobe Creative Cloud アプリ内から起動ができます。こちらのプレミアを開くで起動していきます。はい、その他こちらのスタートボタンから一般的なアプリ同様に、プレミアプロも起動できます。もっと簡単に起動したい場合は、先ほどのこちらのスタートボタンからプレミアプロのアプリの上で、右クリックをします。するとこちらのスタートにピン止めをするその下のその他タスクバーにピン止めをすると出ますので、こちらをクリックします。するとこちらのタスクバーにプレミアのアプリができました。こちらから簡単に起動ができるようになります。それではプレミアプロを起動していきましょう。はい、ホームウィンドウが開きました。ここでは新規プロジェクトをクリックしますが、作成済みのプロジェクトでの作業の続きをする場合は最近使用したものと出ますので、こちらの中から選択いただければ目的のプロジェクトが開きます。では今回は新規プロジェクトをクリックします。はい、新規プロジェクト画面が出ましたので名前を打ち込みます。今回は山里.comロゴマークとでもしておきます。そして場所を選択します。参照をして、こちらの山里 .com ロゴマークのフォルダーを選択します。それではこちら変更はありませんので OK。 ではファイルから一つだけ読み込んでおきましょう。動くロゴマークを入れておきます。ここで注意点ですけども、ここで気をつけてほしいのは、あらかじめ作りたい動画のフォルダを作っておいた方がベストです。私の場合は今回はこの山里 .com ロゴマークのフォルダーになります。後々ね、編集する機会があるならフォルダーの移動などは厳禁なので、フォルダーの場所っていうのはね、もう決めておいてください。このように最初はね、フォルダー内も何もありませんけれども、編集用の動画や効果音、バックミュージックやロゴ、画像などが溜まっていくと、このようにね、フォルダー内もいっぱいになってきます。はい、それでは、プレミアプロを終了させていきたいと思います。プレミアプロでの作業が済んだ場合、あるいは作業を中断する場合はアプリを終了させます。ファイルから終了を押すか、こちらの右上のバツをバツで閉じるを押します。それまでにね、作業していたプロジェクトに変更を加える場合はこういった確認のメッセージが出ますので、はいを押します。でプロジェクトの保存が終わりました。はい、以上となります。はい、ご視聴ありがとうございました。